後期26年に、宿層から、賜物学された、道元書院賜物学書院は、君主から変学を賜った書院である。変学を貸しされることは権威を認定されたということで、書院の地位において、重要な位置を占めることにつながった。賜物学と同時に、学多や書籍、土費を貸しされることが多く、君主から賜物なされることもあった。北層の太平公国三年。 大僧が、石舟書院に対して、変額と額多を可視した。始動3年5月には、太室書院にも玉物額している。新州も、大中幸夫2年に、大天書院、大中幸夫8年に竹六書院にそれぞれ、玉物額を行った。慶介2年には、石舟書院が人僧から変額を可視された。この他にも太平広告2年に、白六道書院が、 国古官院制の儒家旧峡を大僧から賜り、竹六書院と石古書院も歴代皇帝から賞、幾度も賜っている。朝鮮の玉物学書院は計269カ所存在する。朝鮮最初の玉物学書院は小治書院であり、民衆5年に民衆が豊地家軍主であった李広氏の上書に応じて玉物学と同時に、 それまでの白運動書院に代わって、小お書院と、賜物ものなし、合わせて、書籍、伝度などを貸しした。ありがとうございます。